やりたそうですね。いろんな体験、いろんな場所で戦うんやろうな。ですね。それでなりきってもらいたい。なんか新しい、うん、どういうモンスターが出るんですか。モンスターっていうかゾンビ、なんていうんですか。もうあだ名つけるか。クリーチャー。クリーチャーね。変なあだ名つけられるんだ。もうなんか難しいから。そうね。変なあだ名がつけないです。思ったもん、うん、もうやっぱそのクリーチャーに僕親しみをやっぱ、はいはい、やっぱ抱きたいんで、はい、やっぱあだ名で呼んだ方がやっぱすごくなんかこうこっちもグッと入ってくるんで、はい、結構新しい新キャラみたいな敵も出てきますか。そうですね、はい、出てきますね。どんなのですか。この後ね、でもちょっとあの、うん、カノさんがどこまでこう、はい、バイオを愛しているかっていうのをこうあの見せていただければちょろっとこうお見せしたいなと思ってます。ちょっとね、あまりそのペラペラ喋りすぎちゃうと、はい、はい、バイオハザードビレッジあのグローバルなね展開しておりますので、うん、海外のあの社員さんに怒られちゃったりするんで、お二人が、なるほど、そうだったら狩野さんがもうカプコン出禁になりますので、狩野さんも厳しい、はい、はい、あんまり聞きすぎは、はい、はい、あ、確かにショコラちゃんの言う通りで全世界に怒られるんですよ。そうなんですよ。本当世界ですもんね、このゲームですね。そう、世界なんです、本当に。もうチャンネルバンでございます。はい、バン。せっかく集まってもらったのに一からまたやり直さなきゃいけないみたいなこともありえるかもしれません。大変ですよ、それ。大変でございます。でもね、楽しんで、大変ですから、はい、大変ですよね。楽しんでいただくのはもう本当に楽しんでいただきたいと思いますね。はい、はい、いやいやいや、まあでもね、せっかくね、カノ君も来てくれたしね、はいはいはい、しょうがないじゃん、これ何もなしで帰るというのはね、今のメイキングも良かったですけども、はい、神田さんいかがですか。そうですね、まあいろいろ今日、何ができるのかっていうのを、はい、まあ社内でも検討させていただきまして、はい、まあせっかくあの狩野さんもゲストでお越しいただくということでですね、うん、まあ我々の上の、はい、上司にもこう頭を下げてですね、はい、上、まあ、持ってまいりました。そうです、昨日やったところです。